AirPods は Apple が開発、製造、販売するワイヤレス方式のマイク付きイヤホン。2016年9月7日の新製品発表会で iPhone7 と共に発表された。当初は2016年10月下旬の発売予定が技術面の問題から延期されていたが、同年12月13日に販売を開始。非常に人気があり、Apple 公式オンラインストアである。 アップルストアでは2017年1月時点で配送まで6週間待ちになるなど品薄状態になった。エアーポッツの販売数は公表されていないがアプラチオのティム・クックは英語ランナウェイサクセスと表現した。調査会社スライス・インテリジェンスが2017年1月11日に発表した調査結果によると2016年12月中に アメリカでオンライン販売されたワイヤレスヘッドホンのシェア26.0%を AirPods が獲得しておりシェア1位に躍り出たとしている調査会社 NPD は AirPods の立ち上げ成功によってアップルはワイヤレスオーディオ機器の市場においてビーツエレクトロニクスと Bose に並ぶ存在感を発揮するブランドになる可能性も指摘しており2017年1月から7月までに 米国内で販売された左右分離系のワイヤレスイヤホン計90万セットのうち85%をエアーポッ s が占めていると発表しておりアップルが独占状態であると報じた2017年9月12日に行われたアップルのスペシャルイベントでは新発表された G ワイヤレス充電対応のワイヤレス充電器へパワーに対応するエアーポッ s のワイヤレス充電ケースが スニークプレビューされ、2019年3月20日で、正式発表、次週に販売が開始された。なお、ワイヤレス充電ケース単体の箱には、エパワーのイラストが描かれているが、エパワーの開発は中止された。2019年3月には、ヘイ、シリの呼び出しに対応した AirPods が登場した。なお、第1世代と第2世代の同じケースでの充電はできない。 2019年10月28日には新しいデザインでアクティブノイズキャンセリング機能を採用した a i r p o d s Pro を発表し同月30日に販売を開始した。2020年12月8日にはヘッドホンタイプのアクティブノイズキャンセリング機能を採用した a i r p o d s Max を発表し同年12月15日に販売を開始した。a i r p o d s と機器との通信は 無線通信規格 Bluetooth を用いて行う。初回のペアリングは Bluetooth がオンになっている対象のデバイスに AirPods を近づけた状態でケースの蓋を開け画面に表示されるポップアップをタップすることで完了し、ペアリング以後はケースの蓋を開けるだけでデバイスと接続される。また iCloud 上で情報を共有することにより、 アップル製デバイス間での接続の切り替えを容易にしている。エアーポッツ本体は左右で分かれており、イヤーポッツからコードを取り払って太くしたような形状をしている。双方にマイクやセンサー、バッテリーが内蔵されており、先端部には充電用の接点がある。この左右で分かれている特徴を活かして、片方だけを利用したり他の人と分け合うことも可能になっている。また、 iPhone と Bluetooth 接続した際、iPhone がインターネットに接続されていればソフトウェアアップデートが実行されることがある。ソフトウェアアップデートを通じてバグ訂正等も可能な仕様となっている。本体の充電は付属の充電ケースに装着することで行われる。ケースに本体を装着した状態でライトニングケーブルを接続するか対応している場合は、 ワイヤレス充電スタンドに置くことで、ケース、本体双方の充電が可能なほか、ケースを充電していない時は、ケースのバッテリーから本体を充電することが可能となっている。本体のバッテリーだけで5時間、ケースも使用すると24時間以上使用できるとされており、付属のケースで4回以上フル充電可能な計算になる。また、15分の充電で3時間の再生が可能となる。 急速充電にも対応している。ただし、ライトニングコネクタと繋ぐことができるのは充電器のみである。本体には明るさを検知する光学センサーを搭載しており、本体が耳から外れると音楽の再生が停止し、再び装着すると音楽が再開する機能もある。さらに AirPods を装着中は左右どちらかをダブルタップすることで Siri を起動することが可能である。 なお、第2世代の場合、ヘイ、シリでもシリを起動できる。この機能は iOS11 により拡張され、シリ以外の機能を選択できるようになり、左右で異なる機能を割り当てることが可能になった。また、対応コーデックは SBC と AAC で、AptX や LDAC には対応しないなど機能が一部。 制限されるが、2017年以降に発売された、ウォークマンやアンドロイド端末などの製品でも、Bluetooth の A2DP に対応している製品なら、接続可能である。ただし、ウォークマンについては、2017年以前に発売された、モデルに接続すると、音量が変更できない場合があるので注意が、必要である。AirPods Pro 2019年10月28日、 アクティブノイズキャンセリング機能を特徴とする新しいデザインの AirPods Pro が発表された。AirPods のようなオープン型ではなく、カナル型に変更されている。ノイズキャンセリングモードでは、外向きと内向きの2つのマイクロフォンで音を、毎秒200回分析し、ノイズを除去する。また、外部音取り込みモードでは、適度にノイズキャンセルをしつつ、 マイクロフォンで拾った周囲の音を自然に聞き取れるようになっている。これらのモードは a i r p o d s Pro 本体の軸部分にある感圧センサーで切り替えることができ、感圧センサーでは曲の再生、一時停止、スキップなどもできる。イヤーチップはシリコン製で3種類が同梱されている。独特の構造をしており、一般的なカナル型イヤホンに使われるものとは互換性がない。 2020年4月から Apple Store での単品販売が開始された。ノイズキャンセリングモードをオンにすると4時間半の音楽の再生ができ、ケースを使用すると24時間以上の再生が可能である。2020年6月22日、iOS14 でドルビーアトモスなどの機能を追加することを発表。ありがとうございます。